はい、皆さんこんにちは。偉人研究家の前山智之です。今日も暑いですけれども、今日は日曜日というところで、まあ、本来だったら、NHK 大河ドラマ、青天を衝けの日なんですけれども、今ちょっとね、オリンピックで休止中というところで、まあ、毎週楽しみにしている人は、ちょっと残念な人もいるかなとは思うんですが、私は東洋経済オンラインの方で今少し連載の方をしておりまして、これまでは渋沢栄一について、ズバリ、青天を衝けの主人公の渋沢栄一について連載してまして、それが第10回ぐらいかな、10回書いて、その後徳川慶喜について書きました。これも10回ぐらい書きました。そして今はですね、孝明天皇について書いてます。これが今第3回目で、ウェブの方で、無料で読めますので、ぜひですね、青天を衝けのお休みの時に読んでいただければなと思います。ちょうど今日はアップされまして、今回はですね、井伊直弼について書いてます。井伊直弼といえばですね、まあ、日米修好通商条約を、まあ、強引に結んだりとか、安政の大役を行ったりとかですね、結構強引な政治家として知られてますけれども、ちょっとですね、実は違った一面があるというところと、本当に暴走したのは誰なのかというようなですね、話を書いてます。タイトルの方は、第5回安政の大獄は井伊直弼の暴走ではない根拠というですね、書いてますので、ぜひお読みになっていただければなと思います。よろしくお願いいたします。